自動車日本における自動車自家用自動車自家用自動車は旅客や貨物を運送して料金を受け取り商業的な行為をする運輸営業用自動車に対してそれ以外の一般的な用途に使われる自動車をすべてこう呼ぶ道路運送法においては自動車のうち事業用自動車でないものを指すと定義されている自家用車マイカーとも言う英語では 自家用自動車全般をオーナー、ドライバーカーと言い、自分の車を刺すときはマイオウンカーという。本校では日本においての自家用自動車について述べる。通常、ユーザー自身が自らの用途のために使用する自動車を言う。これは自分で運転するか否かは問わないので、カーリースされた車やレンタカーも自家用扱いである。ナンバープレートが白地に 緑文字なので、白ナンバー。軽自動車は黄色に黒文字なので黄色ナンバーと呼ぶ。自家用でない車両は、事業用自動車ということになる。営業用の定義は、有償で、旅客、貨物の輸送を行うための車両で、ナンバーは、自家用と逆転色の緑地に白文字なので、緑ナンバーと呼ぶ。なお、自衛隊や在外交換の保有する自動車は、 道路運送車両法が適用されないこともあって、ナンバープレートが独自のものであり、一般のものとは異なる。自宅で個人が所有する乗用車はもとより、会社などが社員の送迎や商品の集配に用いるもの、観光庁の公用車、会社の営業車、車用車なども自家用車として扱われる。これらの自動車は有償運送が禁止されており、運送自体は 商業的なものではないので、第一週運転免許で運転できる。しかし、緊急自動車の資格を持つ車両の一部、消防車、救急車、パトロールカーなどでは緊急用務の際に運転する場合、一定の条件を満たす必要がある。なお、会社や学校の送迎、ホテルや大規模な公衆食堂、娯楽施設専用の客の送迎、 観光庁が保有するバスなど、いわゆる白ナンバーの自家用バスの場合でも大型、第二種免許が必要だと一部誤解している人がいるが、この場合は多数の人員を運ぶという意味では、乗り合いバスや貸切バスと、その輸送形態はよく似ていても、これらの場合は、運賃の収受がないため運送行為自体が商業的なものではなく、また、不特定多数の旅客を対象とはしておらず、 自家用車であることに変わりはないので、第一子免許で運転できる。自家用車は一部の例外を除き、有償運送は携帯を問わず禁止である。家族、友人等、身内の関係において、運行に必要な経費を同乗者間で分担することは問題ないが、赤の他人である不特定多数の者に、自家用車への同乗を呼びかけて運行する場合は、 たとえ収受する金額が運行に必要な経費の範囲内であっても、その輸送にかかる対価として求めているのものであるので、道路運送法に基づく手続きを行わなければ、法に抵触することとなる。それ以外にも、自家用車の利用が、学校の生徒、企業の従業員、施設の利用者など限定的なものであったとしても、身内や友人関係でないものは赤の他人となるので、 利益を前提としない、経費分担も含めて、優勝運送となる。よって、自家用車での送迎は、無料が原則であり、送迎利用者から経費を徴収するのであれば、道路運送法に基づく許可を得て正規に、タクシーハイヤーとするか、地元のタクシー会社に委託するのが望ましい。さらに、身内ではない他人が同乗している場合においては、著作権法により、車内設備にて、カラオケや、 音楽ソフトを再生したり、映像ソフトを上映することも禁じられている。バス事業者やタクシー事業者では、車両を運用離脱させた上で、事業用登録から自家用登録に変更し、第2子免許取得や、車内研修の目的に転用する場合もある。日本自家用自動車管理業協会は、警察庁、経済産業省、国土交通省の3省庁協官により許可、 設立された公益法人。昭和37年、これまでの自家用自動車管理業者らが業界の質の向上と社会貢献のため協会を設立。昭和61年、自動車管理連絡会を発足。これらから平成元年に任意団体の日本自家用自動車管理協会が発足。平成四年には警察庁と当時の通商産業省。 運輸省の教官で社団法人として認可を受ける。自家用自動車運転士専門校は専門の運転サービス士の育成を目指し東京都千代田区に開校した認定職業訓練による職業能力開発校である。目的は運転サービス士を対象に講義や実地訓練、適正検査を実施し、 運転サービス士の安全運転とマナーの支出向上を図り、良質なサービスを実践できる優秀な運転士を育成することである。設置訓練科は運転サービス士科で乗用車コース、バスコースの2コースがある。平成12年に開校。平成13年には東京都知事の認定を受けて認定職業訓練施設となる。平成15年からは、 協会加盟会社以外のものも受講が可能となる。平成18年から道路運送法改正により市町村運営の有償運送及び過疎地有償運送の一種免許保有の運転者の要件に自家用自動車運転士専門校の運転サービスしかを修了したものであることとなる。マイカーという言葉は1961年に出版された星野義雄著。 マイカー良い車悪い車を見破る方によって広まったとされる。カーグラフィック2012年10月号206ページ、ディズマンス、エストピックより読売新聞ニュースクリップ、マイカーとはハット、協会の成り立ち。社団法人日本自家用自動車管理業協会。2020年5月11日閲覧。運転手専門校。2020年5月11日閲覧。 ありがとうございます。